皆さんこんにちは、東京 MTG 代表の西瀬です。そして、はい、東京 MTG スタッフの黒鷹です。よろしくお願いいたします。本日こちらの動画では、高卒者戦のデッキ構築についてお話ができればと思っております。まあ、黒鷹さん公式のライターさんということで、公式で統率者の記事を、まあ、毎セットごとに、そうですね、はい、はい、書かれているんですけども、そこではその新しいカードをどのようにまあ楽しむか、このデッキのコンセプトだったり、そしてデッキに相性がいいカードをご紹介して、こう皆さんの統率者を楽しめるような記事を書いているんですけども、今回やっぱり統率者って本当にカードプールがまずデカすぎるっていうことと、なんか正直通常の対戦よりも複雑なところもあると思うので、なんかようわからんなと、そしてデッキどうやって組んだらわからないって方も結構やっぱりいらっしゃると思うので、まあそういった方に向けてぜひお話、黒鷹さんから聞けたらなというふうに思っております。はい、デッキの組み方を教えていただきたいんですけども、はい、教えていただけるものなんでしょうか。はい、教えます。ありがとう、教えてくれました。はい、で、まあ今回の動画なんですけども、はい、まあ、前提として、最近統率者始めたとか、これから始めたいって方、そしてあとは統率者ちょっと一回組んでみて遊んでみたけど、なんかうまく回らなかったなとか、まあどういう風に楽しんでいいかわかんないみたいな、そういった、まあある程度、始めたての方だったりとか、これからより深めていきたい方に向けての動画になるかなと思いますので、その前提で聞いていただければなと思います。じゃあ、早速黒鷹さん、何をすれば、デッキが作れるんですか、はい、まあ、100枚作ればデッキできるんですけど、どうしたらいいんでしょうか。はい。そしたらですね、ポイントが4つありまして、1つ目が、統率者のコンセプトに注目するっていうところです。例えばですね、こちらのルブラなんですけど、あの土地の数だけパワータクネスが増えるという能力を持っているので、その土地をいっぱい入れるというところがまずコンセプトになります。はい、はい、まあ、これは、はい、多分統率者やろうとしてる人は基本的にはまあ分かってるって言ったらあれですけども、統率者を見て、その統率者がどういうことが得意なのかなっていうことに合わせて、まあ、デッキのイメージを膨らませていくってことですよね。そうですね。でも確かにこの軸がぶれちゃうと、まあ、シナジーがなくなるから、デッキがあんまり面白くなくなったりとか、まあ、回らなくなるっていうところもあると思うので、まあ、まずは統率者を見つめて、このデッキのコンセプトって何なんやろなっていうのを考える。そうですね。なるほど。ありがとうございます。はい。二つ目が、相性のいいカードをまず自分の持っているカードから探すというところです。うん、うん。はい。でもまあ、持ってるカードって結構幅が、あると思うんですけど、そういう時におすすめのサイトがありまして、 EDH デックという海外のサイトなんですけど、はい、はい、こちらのサイトがですね、あのその統率者を検索して、名前とかを検索して、でその統率者に相性のいいカードをこうひたすらこう表示してくれるっていう、すごい便利なサイトになってまして。なるほど、はい、いや、自分もパッとイメージが出てきたカードもあれば、正直知らんカードも出てきて、これは確かに見ると新しいカード、出会いができるかなというふうに思いますね。はい。で、3つ目のポイントが、分類ごとにカードを揃えるっていうところになります。ほう、はい、分類とは、はい、はい。で、分類っていうのが、例えば除去カードってあると思うんですけど、はいはいはい、はい、あの剣を好きにとか、はい、なんですけど、クリーチャーを追放するっていうカードなんですけど、うんうん、はい、ああいうのも除去カードなんですけど、これをまあ大体10枚くらい。10枚、はい。で、まあ、まあ10枚っていうのはまあ大体10枚なんですけど、あのこれを入れとくと、相手がなんか強いカードとか出してきたとしても対処しやすいっていう。で、まあ、除去カードの中でも、あの全体除去っていう、例えばその神の怒りとか、はい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 、カードがあると思うんですけど、ああいうカードも大体2枚くらいデッキに入れとくと、わかりやすい。うわ、え、もう体感、確かに全除去2枚ですね。ああ、じゃあその感覚でもう完全正解というか、ジャストなところを言ってたかもしれない。コンセプトの部分はブレずに、でも相手のゲームを少しこうゆっくりさせるような動きもできるみたいな。そうですね、はい。なるほど。好きになるな、このバランス。はい。はい、で、続いてが、マナカソク。マナカソク、はい。太陽の指輪とかも有名な。はい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 、はい。ああいう。いっぱい入れますよ。そうですね、はい。あれはマナカソクなんですけど、これも大体10枚くらい。ほうほうほう。はい、そしてマナカソクがないと、先ほど紹介したルームラとも6マナだったりするんで、マナカソクないと6ターンの土地を。置かないといけない。そうですね、はい、まあ、やっぱり統率者戦は強力なマナー加速カードも結構あるので、はい、それを使って、まあ、普段1対1のゲームではなかなか出せないような大きいクリーチャーを出して、まあ、豪快に決めるっていうのも結構、まあ、楽しいところだと思うので、 そうですね、はい、そこをマナー加速がサポートしてくれる感じなんですね。そうですね、はい、なるほど。で、続いてがドローカード。ドロー、はい、あの渦巻く知識とか、はいはいはい、そういうカードもあって、パイレクチャーの闘技場とか。あ、そうですね、はいはいはい、まあ、カードを引くカードです、まあ、これも大体10枚くらい入れるのをおすすめしてます、うんうんうん。で、まあ、このドローカードなんですけど、統率者があのドロー能力、手札引く能力を持ったりすると、あんまりその入れなくてもよかったりするんですけど、まあ確かに、ただですね、あの先ほど紹介した ルームラとか、うん、あがですね、まあ、
手札引く能力持ってなかったり確かに、はい、するとですね、あのこうカードをそのまま引いてプレイしてどんどん手札がなくなっちゃうんです、うん、はい、っていうところで、まあ、大体そのドローするカードを10枚くらい入れとくとデッキがより回りやすくなるところでおすすめします。なるほど、はい、このドローするカードっていうのは、例えばソーサリーとかのドローするカードもあれば、アーティファクトエンチャントのような持続的なこうドロー、これ両方とも合わせて10枚ですか、はい、あ、そうですね、はい、なるほど、なるほど。で続いてが土地カードですね、はい、あのマジックで土地を入れないっていうのはほぼないかと思うので、まあ、はい、ゲームできないですね。そうです、基本的にはね。そうです、はい、でこちらは、大体40枚くらいをおすすめしてます。で40枚ちょっと多いんじゃないかなっていう思うときちょっとあるかと思うんですけど、うん、最近はですね、あの両面カードで呪文と土地がセットになってるカードがあったりするんですけど、うん、あれがすごいいいカードでして、モダンホライゾン3でめちゃくちゃ増えましたよね。あ、そうですね、はい、うん、こう土地の枚数をこう圧縮しつつ、まあ、呪文の数もある程度確保できるっていうのがすごいおすすめです、ね、なるほど、はい、続いてのポイントが残りの29枚自由枠っていうところです。なるほど、なるほど、はい、先ほど紹介した除去カードとか、はい、マナ加速とか全部含めると大体まあ70枚くらいになるんですけど、うん、で逃走者含めたら71枚で、これも何を入れるかっていうところが、あの逃走者と相性のいいカード、まあ、さっき一番初めに話したコンセプトの話ですよね、はい、そうですね、コンセプトに合った、まあ、カードを入れる、そうですね、はい、はい、でまあ、それだけだとその29枚っていうのは埋まらないと思うので、うん、例えばなんですけど逃走者を守るカード、はいはいはい、例えばハイアースのブーツで呪文をつけたりだったりとか、なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、はい、で他にはサーチカードとか、うんうんうん、はい、まあ、シューターって呼ばれるね、強磁者サイクルとか結構人気ですよね。そうですね、はい、そういう先ほどの分類に含まれなかったところをこの29枚のところに入れるっていうところをおすすめしてます。うん、なるほど、なるほど。最後4つ目のポイントが、入れたいカードが100枚を超える場合は先ほど紹介した自由枠から削るというところになります。ほうほうほう、別の一番初めに話した土地とか塾とかあると思うんですけど、うん、はい、そこ抜いちゃダメなんですか。そうですね、そこを抜いちゃうと実行りやすくなるんですね、はい、あー、なるほど、はい、じゃあその先の29枚以外が、うん、ある程度ゲームを進行するためのベースになってくれるようなカードなんですね。そうです、はい、なるほど、だからやっぱりデッキのバランスの話ですよね、うん、そうですね、はい、だからここが下の部分削っちゃうと本当に美味しい部分のその29枚の部分も楽しめなくなるから、まず下地はしっかりしましょう、うん、そうですね、はい、なるほど、これ確かにあんまり考えてない人もいるかもしれないです。やっぱり逃走したって思った時に一番はコンセプトに沿って楽しいカードいっぱい入れようって、まあ、僕もなるんですけど、それじゃうまい料理にはならないです。そうですね、やっぱり出汁が決め手なんですと。そうです、ね、ありがとうございます、はい、あとですね、今回紹介したデッキの組み方なんですけど、うん、あのマジック公式サイトで紹介しているデッキ紹介の記事があるんですけど、はい、そちらもですね、基本的にはこの作り方をベースにデッキを組みます。なんと、はい、公式サイトの方のデッキを参考にしていただければ、ある程度今お伝えしたやり方でデッキが組めるっていう。だから回るんですね、はい、下地があるから回るんです。なるほど、はい、はい、まあ、もちろん逃走者戦ここからね、本当にフリーダムな世界が広がっておりますので、ぜひまずはベースを組んで逃走者の楽しい部分を楽しんで、そこから皆さんの個人個人の楽しみ方だったりとか、やりたいスタイルに合わせて構築、そしてプレイをお楽しみいただければなというふうに思っております。東京 BTG ではですね、秋葉原店舗にて逃走者のイベントだったり、東京 BTG のホームページではたくさんのシングルカードもご用意しておりますので、ぜひ東京 BTG を通してマジック、そして逃走者戦をお楽しみいただければというふうに思います。本日の動画以上となります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次回。